FM802 オフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、どうも私でございます、誰やねん、はい、FM802 毎週木曜日の深夜12時からレディオインフィニティという邦楽インディーロックを中心としました、ロック番組をお届けしております。 DJ の井村大吾です。今月の僕の番組レディオインフィニティの恒例のコーナーグリコライブライフ、今月のマンスリーアーティストとしてサックアシュドライの5人を迎えてのスペシャルな貴重なアコースティックスタジオライブを映像でも皆さんにお届けしているということで、まず第1回目がですね、最新曲新曲の I Don't Love You をお届けしました。続いて今回やってくれる曲も、もちろんこれまでサックアシュドライの、大切な楽曲でありライブでも披露されているんですけども、やはり普段は見ることのできないアコースティック編成アレンジとなっていますので、その辺もたっぷり楽しんでもらえればなと思います。グリコライブライフ、それではサックアシュドライのスペシャルアコースティックスタジオライブです。FM802 レディオインフィニティグリコライブライフということで、無限ライブスタジオからお届けしておりますけれども、先週に引き続きまだアコースティックやりますよ。やりますよ。やるんですね。この強気の姿勢でいきますけども、バラードの曲を2曲お届けします。強気のバラードをけど曲はそんなでもないというヒーローにはなれないという、生きるのが下手な人に向けて聴いてほしいなと思う一曲です。聴いてください。ヒーローという曲です。一人が好きだと言い張るくせして、一人でいると寂しいと言うんでしょう。嘘つきだらけで君は最高だね、そのままいてね、そのまま生きていてね。毎日誰かが消えてゆく、僕はどうすればいいのかな、そんなことを考え、
とうございます。